そうですね、まあ、今回、まあ、今、うん、そうですね、1月の下旬に差し掛かろうとしているんですけれども、まあ、今世の中では緊急事態宣言というね、こんな形ですごくなんだろう、まあ、人がなんか行動しづらいような状態になっている中で、まあ、今回リモートもあるということでね、うん、まあ、人の接触もしないでこちらから発信できるっていうことですね。まあ、それができるというのと、やっぱりこんな時代だからこそ、もう我々もすごくね、行動がしづらいような世の中になってるんですけど、それでその中でできるっていうことに感謝をしながら、ちょっと頑張らせていただきたいなと思っております。そうですね、見どころはそうですね、まあ、今回は西野さんの作品、まあ、絵本ということで、まあ、結構まあ子供向けな絵本になって、登場人物も、まあ、子供とかそういうのが多いですけど、それを全部大人がやります。はい、それが見どころです。はい、そうですね、今回の作品は、まあ、さっきもお伝えした通り絵本のお話なんですよ。まあ、絵本のお話、まあ、絵本なんで、子供の方とかが見るような作品なんですけれども、子供だけじゃなくて大人にもすごく人気があるんですね。まあ、つまり、なんていうか、まあ、子供に伝わるものは実は大人にも伝わるものなんだっていうことを伝えたいなと思っております。はい、17日はいの水曜日、ペダチック&キャンディ、こちらの方上演いたします。配信も行っておりますので、皆様ぜひぜひ楽しみにしていてください。